頼む、出てくれ、クラマー、このクラマー。いや、マジで出れ。頼む、あと、クラマとクワちゃんで。シークレットがさ、最後の写真のさ、ね、完結の写真のやつだったから、もしかしたらこれで終わるんじゃないかなって思ってるんだけど、第3弾出してほしいよね。次の第3弾。出ないのかな？魔界編行ったし、これでまさか終わろうとしてんじゃないだろうな。まだまだ欲しい場面のシールね、あるから、ゼルとかも出してよ、ゼル。ゼルめっちゃ好きだね、ゼル。ゼルのシール本当に欲しいな。そしてこれだよね、バーサスレアはホルアーコーチで繋がるからね、こうやってね。こっちのね、やつは出てるんだけど、こっち出てないから、これもバーサスレアを出したい。よし、それではコンプリート目指して、行ったぞ、コンプ全種類。コンプリートさせてくれよ、お願い。全種、コンプリート。おー、一発目からボスのやつやったこれで繋がるぞ。クワちゃんに、クラマに、ヒエイに、ユウスケ。おー、やっと、これ絶対繋がるよね、これね。じゃ、最後繋げようぜ。こう、バシャバシャってやってる、発光して、繋がると思うから。一発目できた！つかさ、3段の情報とか。ね、3段の情報とか載ってないんだよね。載ってないよね、やっぱね。いや、3段欲しい、マジで。マジで、もっとライゼンのシールとか欲しいよね。あと、白押しのね、かっこいいシールでライゼン欲しいな。めっちゃ、出る。お、ムクロね。ムクロも白押しでかっこいいの欲しいしな。ムクロ。よし、来ました、ムクロね。これも持ってるからね。いや、一歩するから持ってない来たよ。運が、乗ってんじゃねえか。ヨーコクーラー、まあ、あと UR だよね。UR がどうなるかなんだよな。いや、いいよ。俺らも能力欲しいよな。影踏むんで止める能力マジで欲しいわ。影踏んで止める。あと、ハギリの能力もいいよな。あれも強いよな。やっぱ影がいいな。影踏んでボッコボッ。おー！シークレット！来たわ。最後のね、写真のシークレットだからな。このね、場面のシーンのシークレット。まあ、レアっちゃレアだよね。でもなんか最終回って感じじゃない？本当になんか。これはシークレットに来ると。もう、ね、出ないよ、みたいな。いやー、やめてくれ！ 3 段出てよ、マジで。3段もう、これはなかったことしよう。3段は出ると信じて。3段出ると信じて。3段欲しいな。トグロのシールとかまだたくさん欲しいしな。トグロのさ、ね、お、これ魔界に向かってるとこだね。潜水と戦って潜水を追って。まずお前が魔族だったとは。でね、コエンマ。プーもまさかこんなになるなんてな。プースケ。よし。やばい。UR が来ない。UR 来たとしても被る可能性あるからさ。いやー、なんとかヨーコクラマ出したい。今日は。おー、クラマ。クラマ頼む。来てくれ。ヨーコね。ヨーコクラマで来てくれ。これが欲しいんだよ。ヨーコク、いや、マジヨーコかっこいいからな。ヨーコクラマ。めっちゃプレバンとかでさ、すっげえかっけえフィギュア出ないからこれ。2万ぐらいするやつ。プレバンでね、ヨーコクラマの。なかなかの誘惑のフィギュア来ねえやな。まあ、もう昔のあれだからね。今こう昔のやつがさ、ね、まあ実写とかもさ、ね、できてだと思うんだけど、こう復活するのが嬉しいよね、シールとかでね。もうかなり昔なのにさ。ジャオー演説クオクリュー SR の兵だ。ジャオ演説権の最大奥義で全てを焼き尽くせ、黒き竜のごとき炎を放つ技と魔界の炎を操れ、凄まじき魔剣である。うわぁ、冷えきたけど、これ持ってるよね。 SR だもんね。持ってる SR。 UR のね、冷えも出てるはずだから。あれ待って、これ出てるか。ちょ、これ出てなくね。あれ、いや、ちょっと待って、出てないはず。やべえ、ちょっと待ってまだ出てないのたくさんあるかもしれん。頼む。でもその前にヨーコを出さったね。ヨーコね、コエンマ。赤ちゃんの時はちょっと可愛いんだけどね、こうイケメンになって、こうおしゃべりがさ、すごってね、活躍、おしゃべり。こんな、こう魔風感、そう、魔風感ね。魔風感を放つが。ただ先生はね、すごすぎだな、先生。いや、先生なんか声が組長先生だからさ、なんかどうしても優しいイメージがね、声がさ、優しい園長先生の声だからさ、ライゼン来たー！腹減った。ライゼン食えばよかったよな。ユースケもさ、ちょっと結構鬼鬼畜ったよね。なんかその辺のやつ連れてくるから食えみたいな感じの。ユースケをいや、まあ、その辺のね、なんつうの、
連続殺人鬼で死刑決まってるやつとかだからまあいいんじゃねえかなって思うよね俺も、うん、それ人間のクズみたいなさね連続殺人鬼とかだったら別に食わしてもいいんじゃないかなと別に思うけれどもユウスケも普通にね主人公が言ってたからびっくりしたよねあ主人公こんなこと言っていいんだみたいな限界解くのな限界はさこんな美人だったんだもんね若い子はね今あんなババアなのにでももうちょっと面影あってもいいよなこの子がババアになったらもっと綺麗だと思わないで、トグラはね、妖怪に転生してからもう年取る。いや、羨ましいな年取りたくねえよなマジ妖怪に転生したくない。え、皆さん妖怪に転生できるって言ったらするっしょ、100%。え、するよね絶対ね。年取らないで永遠にね、ほぼ生きられるっていう最高、成功期だ。これも発行してほしかったよね。この成功期のオーラのとこさ、こう、ね、金ピカの発行して、ブーブー。先生、組長先生先生強かったよな、マジでなでもこんな強い、ちょっと病気になるんだもんななんか複雑だったよね普通超人とかさ、こういう成功期まといんだったらそれで治せちゃいそうな気がするけどねなんか念の、おライゼンねスーパーリア来てる来てるこれはスーパーリアのライゼン、2枚目まだね、被ってない、ライゼンあとは、やっぱ来てなかった、うんえ、潜水来てる、潜水の餌だってどんな感じだったっけな延期この延期のおっちゃんのバトルを見たかったどんな技使うんだろうね延期のおっちゃんね煙って入っているからやっぱディープパープル的なああいう能力使うんじゃない口から煙入ったりとかボーって入ってねそのやっぱ見たかったよな戦いはでクマやべえなちょっと待って本部今日もできないのかてか UR 出なくないちょっと待って UR がえ待って UR 出ろよマジ UR UR 妖怪クラブやべえ知らんまずい UR がこれちょっと待ってけど聞いてねえぞ UR これ UR 頼むっていやワンボックス1枚確定じゃないのかなあでもねこれ19なのよワンボックス丸ままないのよ19パッキーだからその1枚が UR いやでもそんな運悪いことある取られてる1枚がいやふざけんなよマジ取ったやつマジワンパッキーそれだったらさふざけんなやつで取ったやつだよワンパッキーなめっちゃラッキーじゃないかそいつ羨ましいよ読みなんかさ、シュラと読みいつも並んでこないこいつら親子だからいつも並んでくるよないや、連覇繁殖壁のシール欲しいねかっこいいやつ、箱押しのブワーってやつめっちゃ箱押しされてるやつね連覇繁殖壁のあの技すごい好きで超かっこいいよなやべ、あと2パッキーなんだけど UR 出ねやっぱ取られてたかな妖怪ラマじゃねえかよかった、来た取られてなかったわうひょーすげえちょっと待ってごめん今取り出したごめんかっこよすぎて取り出したこれかっこすぎだろようこくらまバーンやべえ発行しやべさすが UR だないやようやく来たわようこくらまおっけー超かっけ見てこの発行しレベルデザインがかっこいいね妖怪クラマすげえ。ちょっとこれ予想以上にかっこよかったわいやよかった来たありがとうございますなんか UR さこっちのここ側で出る感じしない前もなんか後ろがこの左奥に出たような気がするやっぱワンボックス1枚かまあでも取られてたやつがあの UR かもしんないからそれは分かんないけどもしかしたら2枚だったかもしんないよねいやワンボックス丸まんまでやっぱ欲しいねいや違うんだってアマゾンで予約してたんだけどナルト、銀玉、ジョジョってもう3回連続届かなかったじゃんだからもう予約キャンセルしたんだよね6箱買ってたんだけど予約の やつキャンセルしたから今回あのスーパーでバラで買ってるけど本当だったら未開封の6箱一気に開けてるはずだったんだよねでもあの今月のやつニャンコ大戦争ウエアスとあとドラゴンボールかあとなんだっけなあとワンピースかまあね他のところで注文してるから絶対届くと思う無事に届くと思うからまあその時ねまた開封いや大丈夫だよ届くねすごいなんか心配になってきちゃったそういうのすごい心配になってきてるけどまあ届くと思うのでまあ届き次第ね開封しようと思いますということでおそらくこのヒエとまあこれは間違いないねヒエもこれ初だと思うんだでつながるね、バーサスレアと妖怪クラマやったぜこの3枚埋まったやったあとちょっとだ
あとちょっとで昆布。やっぱ地道に行くのは楽しいんだけど、やっぱ一気にやりたいよね。一気に昆布決めたいよね。で、ちょっと最後につなげようぜ。ちょっとこの中にね、入れてるんだけど、これ前回出た。ヒエね。で、ヒエの SR がね、今回初出たと思うんだよね。出てないと思うんだ、おそらく。これ全部入れてるから、ちょっと確かめてみるけど、多分ね、出てないと思う。今まで出てたやつ、これね。おぉ、国立。これ、優雅な格好いい。ちょっと、クレマと並べるか。で、ヒエの、あとね、潜水のさ、潜水の SR だっけ？もう、あ、ちょっと待って、こっちに置いて。潜水の SR も出てないはずなんだよね。潜水の SR が残ってたか。いやー、まだまだちょっと、出てるわ！これだ！飛行トイレのやつだ！これだわ！飛行トイレ、これは成功機をね、形にして、まとってんでね。気候遠い。これかっこいい。なんか、攻撃バージョンのやつもかっこいいけどね。紫の方。こっちはディフェンスバージョンだよね。ディフェンスっていうか、まあ、防御か。いや、あったわ。出てたわ。で、ユースケの UR でしょ。で、これシークレット2枚目。今日2枚目出たよね。シークレット。いや、でも、まあ、順調。次回コンボかな。次回200個ぐらい一気にゲットできれば嬉しいんだけど、まあ、スーパーでゲットしてるからさ、取られてんだよね、何パッキーか、もう。てか、2パッキーとか取るって、あれなのかな？その2パッキーにかけてんのかな？ 2 パッキーだけ取って、それで欲しいの出そうとしてんのかな？いや、すごい運試しだよな。めちゃめちゃ運試しだね。2パッキー。せめて10パッキーくらい買わんと、出ないと思う。すごい運試しだなと思って。あ、冷え出てたわ。冷え出てる。から、ちょっと待って、いや、なんか UR とかと混じっちゃうよね。前回これ出てたからさ、で、こっち出たから初かと思ったけど、出てるな、SR の。で、これが重要なのよ、今回。これが重要で、これと、いやー、来た、ついに、やっとね、で、すげえ、ドゥルーって、バチバチバチ、俺やっぱ辛かったー。できればよ、できればこういう須崎様も欲しかったね。須崎様この辺か。須崎様この辺に、一番前にいてもよかったんじゃないかな。須崎さんはこんなこと一番雑魚だもんな。トグルにも勝てねえよな、須崎さんはな。須崎さんが前にいてもよかったんだけどな。いや、でもいい感じだわ。うん。繋がった。ありがとう。コンパできんかったけどね。これついに、バーサスレイヤー繋げることができたので。よしとしましょう。で、次回コンパだ。ありがとう。それではまた次回ね、次の開封動画でお会いしましょう。いや、ようやく繋がったな。マジで嬉しいわ。ガチャーン。オッケー。迫力がすごいな。こんな感じでファイルしたいね。つながる仕様だからね。